松井の金言で覚醒。松井さんの臨時コーチ初日となった10日、続々と入門者が現れた。巨人、山瀬慎之介捕手が金言を授かり、感銘を受けた。憧れ続けたレジェンドの一番弟子になった。山瀬はフリー打撃を終えると、阿部監督の促しもあって、ケージ裏に立つ松井氏のもとへ。星稜、巨人と歩んできた22歳が最初の指導を受けた。18年夏の甲子園で松井氏の始球式の捕手役を務めた縁はあるが、グラウンドで直接指導を受けるのは初。今日が一番がっつり話したかも。オーラがあるし、本当に温厚ないい方と感激の面持ちだった。金言は、うちに行くときにバットと顔が近いから距離を取るように。直後のロングティーは教えを生かし65スイングで35本の柵越え。いい感覚がありましたと早くもゴジラ塾の成果を実践してみせた。65スイングで35本の柵越えはなかなかですね。近年巨人があまり捕手を取らないのは、山瀬を将来の正捕手として期待しているからだと思います。同い年である西舘が入団してきているし、今年が勝負の年。頑張ってほしい。正捕手のレギュラー争いは熾烈だが、頑張ってほしい。やっぱりセリーグも DH 制にした方が若い選手に経験させられるのにね。捕手争いは熾烈だが頑張ってほしい。年齢層を考えると山瀬が覚醒台頭したら本当に大きい。巨人ファンじゃないが、半分以上咲く声は本当にすごい。松井には花があるね。甲子園で松井が始球式を務める試合を星稜が引き当てたのもすごいし、その時キャッチャーだった山瀬が巨人に入って偉大な先輩に指導を受けるのもものすごい縁だと思う。今年いきなり大城を抜くのは厳しいかもしれないけど、岸田は抜いて2番手捕手になって、大城に何かあった時は山瀬をスタメンで使おう。今のところ大城の壁は高いが、バッティングでアピールして出場機会を増やしてほしい。怪我で離脱してるにもかかわらず奥川くんばかりがフィーチャーされがちだが、山瀬くんもちゃんと追ってほしい。阿部監督はキャッチャー出身なので大城さんを確定せず、1番守りの良い順番で優先してほしい。